数年前のある夜、妻と私は息子夫婦の家を訪れていました。それはにぎやかで楽しい幼い子供のいる家庭の日常の一コマでした。食事が済んで間もなく、4歳の孫娘、アナ,が孫娘アナと私はまだテーブルに座っていました。アナは私は私 アナは私の全関心が自分に向いていることに気づくとベンチの上にまっすぐ立ち私を見つめました私が彼女を見つめていることを確認したアナはよく見て覚えてねと大真面目に命じると私のために歌って踊ってくれました <laughs> よく見て覚えてねというアナの言葉は幼児の口から出た知恵でした私たちはよく見てその後 見て感じたことを吟味すると非常に多くのことを学ぶことができますそこで素晴らしい忠実な結婚生活をよく見て学んだことからいくつか気づいた原則をお話ししましょうこれらの原則は天の原則と一致しており堅固で充実した結婚生活を作ります皆さんも私と一緒によく見て一緒によく見て覚えましょう 第一に最高に幸せな結婚では夫と妻の双方が二人の関係を値段のつけようがないほど重要な真珠貴重な真珠無限の価値ある宝であると考えて,考えていることに気づきました二人は父母のもとを離れ永遠に栄える結婚を作り上げるために共に歩み始めます彼らは神によって定められた道を 歩いていることを理解しています結婚ほど喜びをもたらし善を生み人を高める人間関係は他にないことを知っていますよく見て覚えましょう最高の結婚パートナーは結婚を値のつけられない貴重なものであると考えます次は信仰です幸福な結婚生活を見ると主イエスキリストを信じる信仰と キリストの教えを守ることが土台となっています金銭に勝る結婚生活を送っている夫婦を見ると信仰に関する規範を実践していることがわかります生産会をはじめとする集会に毎週出席し家庭のゆべを行い一緒にまた個人で祈り成分を研究し正直に十分の一を収めています 二人はにに従順で善良になろうと努めていますしめを好きなものだけを選んで食べるビュッフェ料理のようには思っていません信仰は結婚を強めるための徳の土台です信仰を強めることが結婚を強めるのですいしめを守ることで信仰は成長し結婚生活での調和と喜びも大きくなります このように戒めを守ることは堅固な結婚生活を築くための基本ですよく見て覚えましょうイエス・キリストへの信仰は幸福な永遠の結婚の土台です三番目は悔い改めです幸福な結婚は悔い改めの賜物に支えられていることを私は知りました 悔い改めは良い結婚関係には欠かせない要素です常に反省をして時を移さずに必要なステップを踏んで悔い改め向上する伴侶は結婚生活において癒しを受けます悔い改めは一致と平安を回復し維持するための力です悔い改めの本質は謙遜さにあります謙遜とは利己的ではありません 身勝手な要求をせず自分の自分の方が道義をわきまえているといった話し方はしません謙遜さがあれば穏やかに返事をし自分の正当性を主張するために聞くのではなく理解しようとしますしかし謙遜な人は誰も他の人を変えられないことを知っています しかし、信仰と努力と神の助けがあれば、自分自身の心を大きく変えることを知っています。心の大きな変化を経験することで、私たちは人々、特に伴,伴侶に優しく接するようになります。謙遜とは、夫と妻の両方が祝福し合い、助け合い、高め合おうとすることです。 決算するときには、必ず相手の気持ちを優先することです。よく見て覚えましょう。悔い改めて謙遜になるとき、幸福な結婚生活を築くことができます。四番目は尊敬です。素晴らしい幸福な結婚生活を送る夫と妻は、互いに相手を対等のパートナーとしてパートナーとして接しています。地域や時代によっては、結婚生活で。 夫が妻を支配しあるいは格下のパートナーとして扱うことがありますそのような慣習は神聖な結婚の立法に沿うものではなく正しい原則と言動に置き換えなければなりません素晴らしい結婚生活を営んでいる夫婦は二人が対等に意見を述べ賛否を表明することができる完全な資格のある同志として一致した決断を下します彼らにとっては家庭が最優先であり 2人それぞれの責任を果たす上で互いに助け合う助け合うことを第一としていますこうした結婚の土台は交渉ではなく協力です食事の時間とそれに続く家庭の時間は1日の中心であり最善の努力を尽くす対象となります電子機器のスイッチを切り個人の楽しみを控えて家事を手伝います 可能な限り毎晩子供たちと本を読み二人で幼い子供たちを寝かしつけ二人一緒に床に着きます仕事と状況が許すなら夫と妻は協力して最も大切な技つまり自らの家庭の中の仕事を行います尊敬があるところには幸福な 結婚の重要な要な素であある透明性があります互いへの尊敬と透明性が土台となっている結婚には2人に共通する事柄に秘密はありません夫と妻は財政に関するあらゆる決断を共に下しどちらも全ての情報を得ることができます忠実さは尊敬の一つの形です幸福な結婚を営む伴侶は互いに 完全に忠実である忠実であると預言者は教えていますソーシャルメディアの使い方はあらゆる点で完全に適切,適切です隠れてインターネットを使用することはありませんソーシャルネットワークのパスワードを自由に教え合いますインターネット上で誰かの紹介サイトを見るなど伴侶の神聖な信頼を裏切るようなことは決して行いません ネット上でも実際の生活でも少しでも不適切なことを行ったり口にしたりしませんよく見て覚えましょう最高に素晴らしい結婚は尊敬の念に満ち透明で忠実です 5番目は愛です。私が見た最高に幸せな結婚では共に愛を持って生活するという最高に幸せな戒めの一つに従順であることがすぐに分かります。夫たたちに主は命じられました あなたは心を尽くして妻を愛し妻と結び合わなければならないその他のものと結び合ってはならない教会手引きには次のように書かれていますこの戒めの結び合うとは誰かに完全に献身し誠実であるという意味誠実であるという意味である。 結婚した男女は互いに仕え合い愛し合うことによってまた互いと神に対して完全に忠実であるという制約を守ることによって神と結び合い互いに結び合う夫も妻も独身生活に終止符を打ち生活の最優先事項として夫婦関係を築き上げる彼らは神と互いに対して交わした制約を守る 守ることよりも、他の人や関心事を生活の中で優先させることはない。よく見て覚えましょう。成功している夫婦の愛は、互いへの完全な献身が伴う愛です。中には結婚生活が思うほど、思うほどには幸せでない人、結婚す、 結婚婚の経験がない人、離婚した人、一人親、何らかの理由でで結婚できる状況にないい人がいます。こうした環境には苦しししし、いいいここと、辛いこと辛も多いでしょう。しかしそれが永遠に続く必要はないのですそのような状況にあっても力の限りすべてのことを喜んで行いながら耐える人に天が豊かに祝福されますように立派な伴侶になるための努力や準備も合わせて理想的な永遠の結婚を突きつけるように努めてください戒めを守り主の皆さんへの完全な愛を信頼してください 結婚に関するすべての約束があなたのものとなる日が必ず訪れますモルモン書の最も美しい聖句の一つが簡潔に記されています彼らはめとり、とつぎ、主が彼らに立てられた多くの約束の通りに祝福された幸福で神聖な結婚関係を築くために必要な 生活規範に従うすべての人々は主の約束を受けますイエス・キリストの福音に忠実で生きるならば当然の結果としてこれらは喜ばしい祝福がもたらされます私の人生の恋人素晴らしい妻キャッシーに感謝しています結婚は神から私たちへの贈り物です私たちの最高の結婚は私たちから神への贈り物です 愛に満ちた天の御父によるこの素晴らしい計画により永遠に続く素晴らしい結婚の機会がもたらされることは貸しします。イエス・スキリストの皆により。アーメン。